はい、どうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやということですね、さあ今回やってみました、こちらもリクエストを誘いいただいておりますということで、今回ですね BE:FIRST 龍平くんからシャイニングワン、こちらの方を見ていきたいと思います。収録ボタンをファイトよろしくお願いします。素晴らしいですね、本当にこうチーム最年少龍平くんでありながら、センターをその務めた時の爆発力、あとそのこう真面目な感じというかね、そのお父様お母様にしっかりとこう丁寧に育てられたんだろうなという、その育ちの良さみたいなところを踏まえて見ていきたいなというところでございます。まず一番最初ですね、トップバッターの最年少ということで、ここはやっぱすごいなっていうふうに思いました。その一番最初を務めに行くのが龍平くんなんだなっていうところで、龍平くんに任せようっていうふうにやっぱこうなるチーム、最年少に安心して任せられるチームっていう、その実力のお墨付きみたいなところをちょっと感じるわけですよね。だからこういうところでもやっぱ例えば BTS のグクちゃんから始まるよねとかっていうのもなんかわかりますけど、最年少から始まるその勢いみたいなところに期待するみたいな、ここがね、なんかそのシャイニングワンという楽曲の一番最初に龍平くんっていう、もう何か全てがこうそこに詰まってるような気がしていて、もう感動ポイントですよね。もうありがとうございました。天才なのということで16秒、これちょっとね注意深く見てって気がついたところなんですけど、これ天才じゃないかな。タンダラタラタラタラドンカ、見えました、ドンの部分で多分ね龍平くん肩で一個ドン取ってるんですよ。マジって思って、ドンファドンコン、やばくないですか、気がつかなくて。で、多分ここのドン取るのは龍平くんだけっぽいんですけど、これが振りなのか龍平くんが自分で取ってんのかがちょっとわかんなくて、自分で仮に取ってるのだとしたらやばすぎるだし、振り付けだったとしてもやばすぎる、それが振りになってるって自分もやばいんですけど、ただ皆さんのその形が違うので振り付けとして一概にどこまでが振りなのかっていうのはちょっとわかんない部分もあるんですけど、ただこの肩でドンって取るっていう、これはやばいですね。で、その龍平くんが振り付けをやってるとしても、龍平くんのそのドンの質感、見せ方のセンス、やばいなっていう風に思います。気づかれるか気づかれないかみたいな、微妙なところで打ってるので、ゴンっていう風に、アクセントを。ここもね、うまいよね。右手をうまくこう固定した状態で、頭だけをこう、カッっていう風にこう持っていく感じ、左手とともに。その一個一個のドンとかカっていう音に対するやっぱそのスタートとストップのタイミング、あとはその質感、素晴らしいですね。あ、やっぱもっと遅くなっちゃったな、もうちょい最初からいきますね。ドンヌルからドン、このドン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 っていうところの胸のこの入り方っていうんですか、ここのここ今前に胸が出てるじゃないですか、ここを一回引っ込めて手書いて、もう一回前出してから、その流れでこの右足を出してって右側にスライドしていく途中で、スライドしながら肩でドン上にゴンっていう風に伸びて、パパパパパパの部分で頭かいてドン、同じ足にものところで左足でちょっとアクセント取りつつ、ここでカタンで、ここでカタン、龍平くんしかカタンで、右手の位置キープして描いて、でちょっとこう肩入れながら、っていう風に入っていく感じ。いや、すごいですね。もうね、ずっと喋ってられるんですけど、このぐらいにしておきます。ここの一連の流れはぜひちょっとこうスローにして 0.75 ぐらいにして見ていただくと、そのヤバさが伝わってくるんじゃないかなっていう風に思いますね。はい。で、からのですね、27秒ですかね。泡と共に弾けるのうますぎるということで、これは、この後の体の使い方。はじけたーの部分で手がたーっていく部分と、頭からこう入ってって後ろにちょっとこう反っていくところのこの質感、ポーンっていう風にいく1,2,3と1,2,3のこの開き方がすっごくうまいなっていう風に思っちゃって、いや泡と共に弾けるのうまくないみたいな、はじけたーってたーの部分、うまいんですよね、多分ここら辺のこういう体の使い方、腹筋背筋で締めながら踊っていくっていうところで、からのですねギリギリの攻め方36秒、これよね、ギリギリまでここ待ってて、これがすごい、ラララララキュイ
ナラ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 の部分のこのパンチを繰り出すじゃないですか、両方に。ここの溜め方がね、尋常じゃないぐらいギリギリまで待つの。ほんとすごいわ。こういうところ、耳の良さって言うんですか？ダンスうんまーということで、49秒、ダンスがうまい。うまい！うまい！うまいとしかもう言いようがないですよね。ここでね、まずこれちょっとウェイ作って、あの日の自分の身勝手の部分の、その、体の向きっていうんですかね。この左右に体を開いていく、右向く、左向くっていうところのこの側面の使い方。ちょっとこう、後ろに下がっていくときに顔が、うっていう風に押されてってる感じがあるじゃないですか。こういうところの細かいその表現力。おっとっと、ズンツンか、方向転換して、で、このダンダンの部分の右手でこれドンってやって、この後の動きをドっていう風にゆっくりしていくんですけど、一個ちょっとヒットみたいな感じでアクセントで止めて、ここで力入れて、そこから力込めた状態でゆっくり弾いていくっていう動きをしているんですけども、そこの質感のうまさ。じゃんじゃん、はい、ドン！一個ここでドンってなるじゃないですか。で、ドンの時にこの手の動きの滑らかさに合わせて胸もちょっとドンっていう風にこう開いてくる。で、その時に左腕がしっかりまっすぐ腕がボコッと出てる感じ、横に伸びてるところ、こういうところのそのシルエットのうまさと、この胸のあたり腕のあたりの質感と、全部がパーフェクトだなっていう風に思ってます。ダンスがうまいで、からのですね、バイブレーションジェネレーションということで、1分の28秒ちょっと先に行きますね。ここはソータくんと一緒に踊ってるところですかね。シュントくん、ソータくんね、ここです。タタタタタタの部分で、おそらくソータくんのバイブレーションの質感を、竜兵くんはもう取り入れてるんじゃないかなっていう風に思っていて、そのパパパパパパっていうのは、これ、足元でパパパパパパっていう風に、かかとに力を力ませて、クククククククっていう風に細かく踏むっていう作業をして、皆さんもぜひね、ちょっと片足を上げてね、右足を何回かこう、ってかかとを、えいっていう風にこう、踏みしめるような感じでやっていただくと、バイブレーションの質感ができるようになります。で、それをやってるんですけど、竜兵くん、頭見ていただくと、っていう風に揺らしてるの分かります？これがバイブレーションジェネレーションという風に僕の中で呼んでるんですけども、まあ、ソータくんとか、まあ、とりわけ今のその若手のダンスやってる方たちって、そのバイブレーション、体の揺らし方っていうものが、すっごく僕の個人的な体感なんですけども、うまいなっていう風に思っていて、だからそういうことができる方たちが多い世代なんですよね。僕ら世代であんまりそのバイブレーションにバチバチにやってる人ってあんまり見たことなくて、リュウタさん、リュウタさんの元々、ソータくんは生徒さんでもあるので、リュウタさん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 です。はい。ケロさんなんですけど、リュウタさんの、その、踊り方とかって、すごく、昔ちょっと珍しかったんですね。やっぱ体をバイブレーションで、ルーンっていう風に、頭をグッ、グッ、グッっていう風にこう、揺らしていくタイプの踊り方をしていくので、その、ヒットの質感とかがすごくこう、見えてくる。揺らしに行く踊り方をすると。で、そういうのを今もう学んで取り入れてる世代がまさにこのあたりの方たちになるので、バイブレーションジェネレーションっていう風に呼んでいるっていうところ、これは僕が勝手にそう読んでます。もうこれができる時点ですごいんですよね。だからね、育ちの良さが出るフライ、いきましょう。1分の33秒飛びます。はい、ということで、竜兵くん見てください。このね、指先が綺麗に育った、育った状態で上にフライする感じですね。もうここで育ちの良さが出ておりますということで、本当にしっかりとこう教育をね、受けて育ってきたんだろうな。フライをするときは指先を揃えるようにと、失礼のないようにフライをしなさいという、多分教えがね、あったんじゃないかなっていうふうに思ってるところでございます。パワフルの輝きということで、2分の2秒見ていきましょうかね。ここもですね、バイブレーションジェネレーションでも言ったんですけど、この感じて、ドゥンドゥンビーダーワーの部分で、グッってやって、ここ揺らしてるの、どうやるんですかっていうね、リクエストとかもたまにいただくんですけど、グッってここ締めるのと、ここを固定した状態で、釣り革というか、鉄棒に捕まってる状態で、頭の方をグググググっていう風に揺らしていくと、そのバイブレーションの質感っていうのが結構出せるようになります。で、ソータくんとかはここに、この筋肉の揺れみたいなものと、さっきのこの首の揺れみたいなのを使って、ドーンっていう風なのを、
使っていくっていうことをしているんですよねっていうところでの、まあ、そのパワフルに見せていくっていうところ、さっきの足元もそうでしたけれども、一個アクセント取った時のやっぱ強さ、こういうところとかもですけど、若くしてやっぱりここまで強さを出せるっていうところは本当にすごいなっていうふうに思います。これはやっぱ筋肉の使い方とか筋肉量とかによっても、重たさとか質感って変わってくると思うので、そういう意味で言うと結構そのお兄さんたちと一緒にパフォーマンスしてるとは思うんですけど、パワー負けしてないっていうところですね。ここがやっぱり龍平くんのダンスのポイントに一個なってくるんじゃないかなっていうふうに思います。このダナナンっていうふうに前に入っていくところのその強さとかで、このゴーインゴーインゴーインの部分って、大事なの結構その潜った後の上がりなんですよね。で、この目がね、パクンだった。上がりの部分の龍平くんの髪の毛とか見ていただくと、とりわけ瞬発的に体をブンブンって使ってるのがわかると。ちょっと鼻をフッっていう風にさせてるので、ここの瞬間だけ呼吸止めるみたいな。フッフッみたいな感じで、すいませんね。やってるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。表情に結構その、パワーバランスみたいなもの、今どれぐらいの力で踊ってるかみたいなものが見えてくるんじゃないかなというふうに思いますね。で、からの2分の28秒を見ていきましょう。サムネの実力。あれ？どこだ？こっちか。ここですね。ここが、実際にシャイニングワンのサムネイルにもなってるということで、やっぱここのシルエット見ていただいたときに、手足の長さ、足の高さ、顔の上げ方、めちゃくちゃやっぱかっこいいんですよね。で、先ほども最初の方でその線で踊るのがすごく綺麗うまいっていうお話をしたんですけど、手足の長さっていうところが、手足が長ければじゃあダンス綺麗に見えるのかっていうと全然そんなことはなくて、やはりそれを活かせるかどうかっていうところにかかってるんですけども、龍平くんやっぱそこを丁寧に活かす、このドリブルしてるところのなんかちょっとジョーダンなんじゃないの、あ、ジョーダンはジャンプしてるんですけども、このシルエット見ただけでもやっぱすごくかっこいいドリブルを決めてるじゃないですか。この上がってくるところとか、このたたずまいとか、一個一個がやっぱり本当に絵になるので、まあ、モデルさん体型だと思うんですけれども、そこにこう甘んじることなくというか、ダイナミックさとか、その肘の位置の高さとか、まあその脇の締め方とか、いろいろなところに、シルエットへのこだわりみたいなものを感じているんですよね。だから多分こう、かっこいいんだろうなって全部が思うんですね。雰囲気がやっぱりある方じゃないですか。で、その雰囲気を損なうことなく、すべてそう完璧に仕上げてくるっていうところがすごいですよね。42秒かな？ここら辺のその軌道をちょっと見ていきたい。ダンスブレイクのこの早いところですね。ドンツカ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 ツツンツンカツクツクツカ。基本的にこの辺りで踊っていくんですけど、上取った時とかのその手の軌道の美しさとかですかね、ここは。こんだけ早く踊ってるのに、腕がちゃんと生きた状態でダイナミックに、で、手元とかこうやって出したところのこの手の大きさが前にしっかり出てくるところとか、まあ、ここの振りに関しては正直、皆さんめちゃくちゃ上手いので、大体皆さんに対して同じことが言えるんですけど、とりわけ龍平くんの場合は手足が長いっていう部分があるので、その手足の長さが生きてきて、少し線が綺麗に見えやすいっていう。今のこの上げるところの手の高さ。この手の高さ。やっぱトップの位置が高いんですよね。で、ここの時って、ちょっと下に落とすっていう、これもまたうまいなと思って、上げた位置から高めにやってしまうと、ちょっとその全体のバランス上目になっちゃうっていう。で、そこを意図してなのか自然になのか、はい、すいません、下にちょっとこう取ることができるっていう、ここの低さも僕結構大事だと思うんですよ。ここの感じですね。で、もう一回上げた時のこのトップの高さと、手をこうスッて風に、こう書いてくっていうよりかは、広げた状態でこう回してく。で、パッて取った時のこのやっぱ手の美しさ。で、ここの踊ってくところのこの手の高さっていう風に、全体的に上にスラッと伸びてる方なので、手元を使ってった時のその線っていうものが、軌道が本当に美しく見えてくるっていうのはありますよね。で、このやっぱ肘の感覚、脇から肘に対してのこの距離感とか。で、ここのフレックスの瞬間の、この肘の位置とかもですよね。
マナト君とかもすごい綺麗なんですけど、まあそれはマナト君のとこでまたお話しますけど、うまいなーっていうふうに思う。本当に皆さんシルエットいいんですよね、すごい。本当にこのトップドラマチックだわ。ちょっとうっとりしますよね、見ていてね。いいな。ちょっとしみじみしちゃいました。はい、で3分の21秒ですね。ありがとう龍平くん。これはね、やっぱちょっと代名詞じゃないかな、龍平くんの。もう最高ですよね、本当に。もうありがとうございますっていう風に、何度も何度もこう頭を下げたいなというか、握手を求めたいなっていうぐらいの、やっぱそのジャンプの高さ、この高さですよね。もう見てるこっちもイケイケってなるわけじゃないですか。その音楽がイケイケってなってるから、うわーってなるんですけど、さらにそこを超えてくる跳躍と勢い迫力っていうのを出してくれる。でここでまたその最年少の龍平くんが出てくるっていうところにも意味があるのかなっていうふうに思ったりもするんですよね、このフォーメーション。一番最初のところで、こう、龍平くんから始まるっていうところもそうですし、今のこの B だ1、B だ1の部分で龍平くんが、すごくメッセージ性じゃないですけれども、龍平くんが前に出てくるっていうのは、ちょっとまた意味が違ってくるというか、BE:FIRSTの特別なこう一個ワンポイントスポンって打ちたい時に龍平くんって出てくるんじゃないかなっていう風に思うところがあるんですよね。でこの後の上がりに注目ですね。この髪の毛がふわっと上がるところもね、素敵です。はい、という感じで見ていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。ということで、本当にこう無限の可能性を秘めてるなというふうに思いまして、多分今でここま、こんなにうまいのに、まだまだ多分伸びるところもありますし、龍平くんも何か自分の中でまだこう見つけてない自分の姿みたいなのあると思うんです。それはそうですよね、まだお若いので。これからいろんなこう自分に出会っていくと思うんですけど、そこからまたダンスがどういう風にこう変化していくのかっていうところを楽しみにしていただけると、いいんじゃないかなという風に思うんですよね。さっきみたいなオラービーダワーンってなるところとか、龍平くんの中でもなんかまだ眠ってるその自分を前に出すっていうもののその我の強さみたいなところですかね、がすごくそのうまい具合にいい形で前に出始めてると思うんですよね。なのでそこをどん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 ブラッシュアップしていって、メンバー周りの方たちとのその切磋琢磨っていうところでケミストリーが生まれてくると思うので、そことどういう風に噛み合って進化していくのかっていうところが楽しみで仕方がないなっていう風に思っているところであります。真面目な方だと思うんですよ、すごく。だからこそ、その何か自分の一個枠っていうものを意図的に超えた瞬間っていうところにワクワクを感じるんじゃないかなっていうふうに思いますし、そこをまあ超えることが普通にできる方だと思うので、何かね、その枠の中に入って踊ってるところの巧みさとかうまさみたいなのももちろんやばいですし、一個そこをちょっと枠超えた瞬間、領域展開した時の龍平くんみたいなところもやばいですし、本当にこう魅力尽きないなというふうに思いますよね。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。リクエストや質問などありましたら下の方からお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃまたお会いしましょう。ありがとうございました。よいしょ、せい。